こんにちは、マイチン登山キャンプです。今日は長野県にある北八ヶ岳立科山にやってまいりました。ここは百名山です。今日の登山口は7合目から参りたいと思います。それではレッツゴー。はい、ここがトイレです。で、あっちが駐車場、反対側第2駐車場、満車で路駐です。立科山頂、こっち。本当は立科山は雪山シーズンに来る予定でしたが、山小屋が年末年始しかやっていないので、このグリーンシーズンを選びました。おこじょの手ぬぐいを求めて進んでいきます。うん、風が強い。今日は曇りでとても風が強いです。山頂はちょっとダメかな。この緑のロープを目印に登っていくとちゃんと登山どうなので安心です。今日は6月9日で、昨日の夕方の5時に7合目駐車場に到着しました。車中泊に向けて泊まってる方もいたり、山小屋に泊まってるんだろうなという車もいたりしました。今日朝まあ5時ぐらいの時点では7合目の駐車場は満車となりました。第2駐車場はまだまだ空いている様子です。昨日はたくさんの人が登られていたようで、路駐するほどたくさんの登山者がいたようですよ。今日は天気が悪いから少ないかもね。後ろを振り向くと湖が見えます。女神湖かな。岩がゴロゴロ、よいしょ、ね、落石しないように気をつけて歩きます。将軍平へ、こっち。苔むした森、とっても素敵。なんかパピョーンとしてる。天狗のロッチ。こんなところに岩鏡、その場合じゃないぐらいに。よっこらしょ。今すれ違った方に、北アルプス見えるよって言われました。それではどうぞ。北アルプスたちが見えます。風が気持ちいい。いいですね、山の上から湖に見えて。山頂はどうかな。何このコケコケ、モフォモフォ、スポンジみたい。岩鏡です。かわいいね。よいしょ、岩岩を登っています。よいし
もう少しで立科山荘です。なんか地面には桜の花びらが散っています。桜あるのかな。立科山荘に到着です。桜が咲いています。さっきの花びらはここから落ちたんだな。それでは立科山荘を出発して立科山頂に向かいたいと思います。 GO。 かわいい。遠く鎖ではありますが、なくても登れそうです。まだまだゴロゴロが続きます。今日履いてるズボンはモンチュラです。このような大きな岩をよじ登るときにもよく伸びて、とっても登りやすいです。菅桜、結構こういう隙間が多いので携帯やサングラスなど落として取れないと思うので気をつけてくださいね。しました。ポケモモ、三つ葉オーレンかな。岩鏡祭りじゃーん。モンベルのトレイルチャイです。それと新しく買った C2 サミットの X カップ折りたたみ使っていきたいと思います。熱々のお湯を入れます。南八ヶ岳をバックにチャイを飲みます。うまい。いっぱい買ったよ。立科山頂ヒュッテでいろいろなものを買いました。オカリナを買いました。後ろに立科山頂って書いてあります。では1曲。
練習が必要です。はい、伊達品山頂ヒュッテを後にして下山したいと思います。ゆっくり降りれば大丈夫です。思ったほど怖くはありません。しっかり手、足を使って全身でゆっくり降りていきましょう。戻ってきました。ハートの石、かわいい、ラーブ。よいしょ。伊達品山の7合目の登山口に戻ってまいりました。伊達品山は岩がゴロゴロとしたり、上の方に行くとよいしょーと登ったりするところがあります。短いコースですが、登りごたえのある素敵な山でした。北アルプス、中央アルプス、南アルプス、そして南八ヶ岳を望むことができ、満足の山でした。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。